されたのを、みんなで覚えてさせていただきました。次はよっしゃ来いっていう鳴子を持って踊る曲は、近くのね、地元の保育園の年長さんが踊っていたのを、年長さんに教えてもらって、自分たちの演目にさせていただいてます。とっても簡単なね、振り付けで、上にあったり横にあったりくるくる回ったりするぐらいで、とっても簡単な振り付けになってますので、もしよかったら皆さんもね、踊ってもらって盛り立てていただいたらとっても嬉しいですので、よろしくお願いします。
い、ありがとうございました。ちょっとそのまま待ってくださいね。あのララモカさん、これで帰らはるんで、その前ちょっとだけお話しさせてください。私たち踊り組というのは、このお城祭りのような町のみんなで町を盛り上げるためにやってるお祭りを盛り上げるために集まった踊り子の有志の集まりです。でこれまたお祭りが、そのたんびたんびに集まってまた解散するんで形ないんで、何か、形にな、残るものと思って踊り組は、お城祭りは踊り組のとしてあのぼんぼりを協賛してます。今年は三の丸の駐車場の前に立ってるんでよかったら帰ってみてください。で、もう一つ、鴨の三河原というところのに綺麗なコスモス畑があるんです。で、三河原の町づくり協議会の皆さんで、コスモス育てられてて、子どもたちと一緒に学校のみんなと一緒に、育てられて、それに協賛させていただいて毎年こうやって、コスモスの種を送らせていただきます。また秋になったらすごい綺麗に咲きますんで、また鴨の方に行って、見てぜひ見ていただけたらと思います。どうもありがとうございました。また送らせていただきます。はい、ありがとうございました。そうです、そうです。ほんでそのつながりでね、僕たちのその市民交流のつながりでララモカのこの上りにも金魚を入れていただいてるんですよ。そうね、カモとコリャオと行き来してるっていうその証で、だから僕たちもあのコスモス送って、ね、ララモカの皆さんも金魚を入れていただいてということでやってます。もうありがとうございます。はい、それではちょっと時間とすいませんでした。はい。